はい、皆さんこんにちは。今日紹介する富家はこちら、中北薬品290周年記念富家です。これ手に入れてからずっと開封せずに置いてました。今日はこちらを見ていきます。で、表はこういうパッケージになってるね。横見るとこんな感じだね。2個セットになってます。で、後ろはこんな感じだね。で、裏のパッケージ見るとバーコードがないから、これあれなのかな、市販はされてないのかな。非売品とかって書いてないから、意外とどっかで買えたりするのかな。ちょっとその辺定かじゃないです。また詳しい方いたらコメント欄で教えてください。で、一時これ中北薬品のキャンペーンか何かでも検証で当たるようになってたよね。じゃあ早速開けてみます。透明なビニールで2台パッケージされてるね。で、なかなかもうテープとかがたくさん貼られてて開けにくいね。これは何かな、中見てみようかな。中を開けてみると、あ、これはこれから紹介するトミカの写真だね。で、こっちの方には290周年を記念して作りましたって書いてあるね。代表取締役社長って書いてある。で、一つ目がこちらです。トヨタビッツだね。290周年記念トミカになってます。で、1台目がトヨタビッツです。じゃあちょっとしっかり見ていきます。で、正面から見ると、あ、これはビッツのエンブレムだね。で、ボンネットのところはピンクリボンのマークがプリントされてます。で、ヘッドライトは、これはシルバーのメッキ塗装だね。で、横から見るとこんな感じだね。ここにもプリントされてるね。ここには11-11って書いてあるね。これは中北薬品の創業日だそうです。で、後ろの方はこんな感じだね。ビッツのマークとトヨタのエンブレムだね。で、リアのこの部分にもピンクリボンにプリントされてるね。で、反対側はこんな感じです。で、この部分には290、これは290周年ってことかな。で、上から見るとこんな感じです。で、サスペンションがついてるね。で、あとリアのテールゲート開きます。で、裏を見るとトヨタビッツナンバー33だね。59分の1になってます。で、もう1台が車種がスズキエブリになってます。スズキエブリだね。で、正面から見るとこんな感じのスズキのエンブレムがここにプリントされてます。ヘッドライトはビッツと同じくメッキ塗装だね。で、横から見るとこんな感じです。中北薬品ってプリントされてて、ここが会社のマークかな。で、この部分には1726ってプリントされてるね。これは会社が創業された年だそうです。1726年だってね。で、後ろから見るとこんな感じだね。で、ここには会社名とエブリーがプリントされてるね。で、このテールレンズのところは塗装になってます。で、反対側を見るとこんな感じです。で、この部分に290周年記念ってことだね。で、上から見るとこんな感じです。で、タイヤはサスペンションがついてます。で、同じくリアのテールゲート開くね。で、裏を見ると2009年57分の1だね。で、特にナンバーは書いてないね。はい、2台並べてみました。で、このカラーリングは中北薬品の実車で営業車であるのかな。で、車種がビッツとエブリーだから、かっこいいというよりはちょっと珍しいトミカっていう感じだと思います。で、これを今手に入れようとするとメルカリとかヤフオクとかのオークションで買わないといけないね。で、今回はメルカリでだいたい4000円ぐらいで買ってます。で、一時中北薬品のキャンペーンか何かでも
抽選で当たるようになってたよね。でその後中北薬品の関係者だけ買えるのかな、それか配布されたのかな。まあ箱の裏に非売品って書いてないからひょっとしたら買えたかもしれないね。でこの290周年っていう会社もすごいよね。何時代なんだろう明治、大正、もっとその前だよね。はい、じゃあ今日もおしまいです。またチャンネル登録の方お願いします。バイバーイ。